最善を尽くす。それだけだ。負けられぬ戦いがある。城と足柄城、この二つの城を同時に攻め落とす。無用な犠牲は避けねばならぬ。できるだけ早く攻略するのだ。足柄城は対豊臣の最前線である。我々こそ北条の守備の要。この地で敵を足止めし、できる限り敵の戦力を削ぎ落とすのだ。おー、敵の予想を上回る速さで攻め上らん。敵は混乱し、士気も下げられよう。守備を固めよ。防衛に徹するのだ。任せ。ちゃんと見事な。俺に傷一つ残せない。大先でまでへたどり着いた。我が戦略を見よ。急ぎ制圧し、敵の士気を下げるのだ。敵がもうこんなところまで。勝利を我が手に。真田の意地を見たか。先出丸が奪われたと。まさかこれほど早く落とされるとは。我らだけで本陣を襲う。私を狙ってきたのか。持ちこたえられるだろうか。足りなし。ナオマシ、お任せあれ。敵にも忍びの備えがあったとは。これぞ真田の戦ぶりよ。任せあれ。
は近い。急ぎ三の熊を制圧するのだ。ストーリー最善を尽くしたまでだ。頼みとするぞ。見事徳川の前方に Naomasa ありよ。三の車が落ちただと。敵はもうすぐそこではないか。Sanada の戦ぶりよ。最善を尽くしたまで。本丸へは絶対誰も通さんぞ。敵を倒すのみは忍びの技にある。ここは砂術を用いる。宇治忠様はすでに城外へ撤退されました。守備兵も撤退し開城せよとのことです。なんとまことか。無念ではあるが、やむを得ぬ。退却せよ。退却じゃ。お出す。わらまで戻って立て直しを図るぞ。なかなかやるな。北条の滅びは避けられない。これで豊臣の天下が定まります。お前は悔しそうだ。殿はそんなさまつなことは気にしておらんがな。太平がなればそれでいい。肝心はどうお考えなんですか。殿が立たれるとき我もまた動く。この覚悟をしておればよい。それだけのこと。皆様があれほど褒め売りくださった。北条は何故戦に及んだ。なのでしょう。自分の指導のやり方に何かしたがる。だがそれで北条が滅びてしまったら、宇治政は宇治康殿や北条のため散った兵たちに何と詫びるのであろうな。もうこんなところまで敵が来るとはな。この宇治勝がいる限り山中の本丸には何人たりとも通さぬ。勝利を我が手に。直し水産。やはり強い。徳川様味方になってくれていれば。宇治勝様まで退けられるとは。もはやこれ以上は。真田の意地を見たか。全員来れるか。
の地に変えてもこの城を守ると誓った者を。無念。宇治政様、宇治直様、申し訳ありません。戦を長引かせずに済んだようだな。みんな、実によくやってくれた。